はいどうも皆さん、しおみんでございます。今どこかというとですね、国道2号線をですね東に向かって走っております。はい、梅田付近でございますね。大阪駅前第1ビルとかが見えてるようなところです。はい、桜橋かな、この辺でね。今からですね、はい、名古屋に向けてですね、下道走ってまいります。下道をね、どうやって名古屋行くのかなっていうので参考にしていただければと思っております。はい、でね、大阪市内いろんな、まあ、抜け方があると思いますが、はい、まずはですね163で行こうと思っておりますので、163の起点というか関根高殿のですね、交差点を目指していければと思っております。まあ、その中では、いろんな行き方があろうかと思うんで、ちょっとね、割愛しながら行こうかと思っております。はい、とりあえずね、今は、国道2号線を東に向かって進んでおります。混んでなかったらこのまま国道1号線も行こうかなと思っておりますが、どうなることやらっていう感じでございます。それでは行ってまいりまーす。はい、銀橋渡ってますね。1号線、そのまま1号線を来てましたが、桜の宮のところね、回っちゃうなと思ってます。はい、桜の宮のね、ホテル街の横の道ですね。もともとね、はい、宮古島区に住んでたんで、この辺はね結構詳しいですね、道の。はい、ということで、関根5丁目の交差点ですね、を通過して163号線の方に入ってきました。はい、163号線をね、走ってて内間を越えて、もうすぐね、中間に当たります。中央環状ですね。はい、でね、163号線と中央環状で当たるとこにね、あのうどんの名店がございます。はい、あんまりね、僕ね好きじゃないんですけどね、もうララポートがね、ここの交差点にできそうな感じでございます。はい、どうも。時間をね伝えるのを忘れてましたけど、今日ね出発がね9時30分ぐらいですね。はい、でね、大阪名古屋間だいたいね185キロぐらいですね。で、今10時26分。ここどこかというと四条縄手の入ったかな？手前かな？ぐらいな感じです。もうすぐね生駒山をね登って降りていくというような感じでございます。
はい、もうすぐ行くとね、外環状線っていうのがあって、それをね、越えると、前ね、ご紹介しました、コットンさんのラーメン屋さんなんですよね。替え玉がね、おかわりし放題っていう感じで、何杯食えるかっていうのが、まあ、チャレンジできるんかなとは思っておりますが、いかがですかね。よかったらね、コットンさんのね、動画もね、機会用の貼っときますんでね、見ていただければと思います。ちょっとね、行きたいのがね、柳生、要するにね、あれですよ、炭治郎って言ってくんね、鬼滅の刃のね、炭治郎がね、修行した時にね、岩を刀で切るシーンとかあるじゃないですか。あれってね、多分ね、日本の中で何箇所かあるみたいなんですけど、それの中のね、一箇所やと思うんですけど、はい、奈良県のね、柳生かなっていうところかな、にもあるみたいなんですね。それね、ちょっとね、163号線から近いんで、ちょっとね、立ち寄ってみようかなと今日思っております。はい、はい、コットンさん、これをね、右にいたとこですね、旧外環状線っていうんですかね、多分ね、ちょっとね、道は細いんですけど、しかもわかんないね、コットンさん、ごめんなさい、東中野の交差点を右に回ったとこだと思います。はい、そうしましたらね、生駒山を越えていきます。これね、行ってトンネルを抜けると例のね、吉村さんという蕎麦屋さんがあるところですね。これもね、めちゃめちゃおすすめの蕎麦屋さんでございます。抜けるとね、再びね、163号線に出ていきます。ここ
方がね、国道24号線と163号線の重複区間となります。まっすぐ行くとね、JR さんかな、木津駅になっています。はい、はい、じゃあ左回ってまいります。はい、24号とね、163号線の重複区間に区間に出てまいりました。はい、ということでここでね、木津川を渡ってまいります。はい、ということですぐ別れちゃいましたね。次の信号は右方向です。はい、163号線の方に右方向です。入っていきます。こっからね、はい、東向いて走っていきますが、木津川と並行して大体走っていくというような感じでございます。はい、ただいま11時8分、ゴールまで127キロといったところでございます。寄り道してみます。 5km 道なりです。ぐるぐる回ってたんですけど、ちょっとね、険しそうだったのでやめました。はい、ということでちょっとね、駐車場を入れて歩かなくっちゃいけない感じだったんで、一旦今日はやめます。はい、またね、後日ね、この辺の距離であれば自転車で来てみたいと思います。じゃあ名古屋に向かいます。ただいまね、県道4号線を走っております。ちょっとね、変なところ寄ろうとしたんで、163号線からはちょっと外れてしまいましたが、だいたいね、東に向かって進んでるんでいいのかなと思っております。はい、月ヶ瀬のね、観光マップがありますね。はい、はい、県道4号線をね、どれぐらいかな、10キロも行ってないと思いますけど走ってまいりました。25号線にね、合流したみたいなんで、25号線といえば、名阪国道なので、名阪国道が近いんだと思います。
はい、この先カーブがあります。それでは名阪国道入っていきます。まもなく左方向名古屋方面です。その先カーブがあります。左方向です。はい、名古屋方面12時25分名古屋まであと106キロ。はい、どうも西名阪went on my knees, but then to make it harder, you changed your voice, I let you in, now we are going under, still with one touch, you got me where you want me in, it's like a rush, the waves that crash inside we are. とりあえずねマグロ丼食べてきま、とりあえずマグロ丼食べてきましたという感じでございます。じゃあねあとねもうちょっとで名古屋なので名古屋向かって進みたいと思います。それでは、はい、23号線をねひたすら名古屋方面に向かっております。ただいまね14時34分でございます。あとね26キロ、30分ぐらいあれば着くのかなっていう感じです。
越えます、長良川、揖斐川、木曽川ですね、はい、この3つの川を越えて名古屋入りします。はい、やっぱりね、ちょっとね、名古屋のね、市内に近づくとやっぱりね、車が多くなりますね。あと目的地まで12キロ、今ね14時52分です。はい、だいたいね3時半、15時30分ぐらいには到着するんではないかなという感じでございます。はい、ちょっとね、あとはね、名古屋のね市内の様子を映しながら、今回のビデオを終わろうとは思っております。はい。